この動画もソニーの新商品を説明していきます。今回ご紹介をさせていただく商品はこちら、肩掛け型ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WI の 1000XM2 になります。ブラックとシルバーの2色展開になっております。大好評のノイズキャンセリングイヤホン、肩掛け型の第2世代目の商品になります。イヤホン型でノイズキャンセリング性能の最高品質っていう形になります。ちなみにヘッドホンタイプのね、ノイズキャンセリング性能の最高機種っていうのは WH の 1000XM3 ということなんですよね。この WH1000XM3 のノイズキャンセリング機能っていうのがそのままこのイヤホンに乗っかってる形になります。デュアルノイズキャンセリングテクノロジー、2つマイクがついててね、両方からノイズを検知して除去するという機能だったんですけど、このモデルもついてます。高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN1 性能がさらに良くなった、ノイズが除去しやすくなったという商品になります。アンビエントサウンド、外音コントロールオフ、ノイズキャンセリング、相当聞きはいいです。どんどん出てくるたびにノイズキャンセリング性能がね、本当にどんどん良くなっているのが分かります。私が使って思ったことなんですけど、新幹線や飛行機、バスでも結構です。長距離移動するときにはね、普通にこのまま座席に持たれている状態だったらいいんですけどね、やっぱ深夜バスなんかを想像していただくと、やっぱりこう寝返りではないんですけど、こう横に向いたりしたいじゃないですか。その時にこのハウジングの部分が座席とかに当たっちゃうんですよね。ちょっとね、寝にくかったっていう思い出がすごいあります。イヤホンタイプになっておりますんで、寝返りを打つような状態になっても邪魔にならなかったんで、非常に快適に睡眠できた記憶がございます。ノイズキャンセリング性能が本当にすごすぎてね、音楽を鳴らさなくてもノイズキャンセリングだけ聞かせてたら周囲の音が聞こえなくなるんで、集中したい時とかね、寝たい時とか本当に重宝してます。ドライバーの部分も今回非常にこだわって作っております。高音中音をバランスのアーマチュアドライバー、低音をしっかり出すために9ミリのダイナミックドライバーユニットもつけております。ハイブリッド型のね、ドライバーシステムになっております。イヤホン本体とイヤーピースに少し角度をつけました。アンクルドイヤーピース方式というのになっております。以前のモデルはストレート型というものでした。イヤホン部分に磁石がついておりますんで、このような形でくっつく形になってます。首からかけていただいた時にも暴れないっていうんですかね、イヤホンの部分が。こちら本体の左部分なんですけど、Cコネの差し込み口がございます。こちらに差していただいて充電、こちらの方にランプが灯ります。消えたら充電完了。充電時間は 3.5 時間です。10分の充電で80分間使えるという急速充電モードもついております。動作時間の方、ノイズキャンセリングオンで最大10時間、オフで15時間。このバッテリーライフはね、だいぶ長くなっておりますんで、イメージ的にはもう丸1日は絶対持つかなっていうイメージです。この横の方に有線接続の線がございます。これ非常に良くなりました。これ前回のモデルなんですけど、このマイクロ B のコネクターに挿して、これがこの線自体がちょっと特殊ですよね。汎用性のあるミニステレオのねケーブルで合いますんで、良くなった点だと思います。有線コードでつないでいただきましたら、バッテリー容量がね 0% になっても使えますんで、そこは非常に安心感があるんではないかと思います。でこちらの方が電源の入り切りになります。電源スイッチを入れてみます。力
カチカーとしてる時に Bluetooth の待ち受け設定になっております。はい、これでつながりました。接続する時のね、Bluetooth の対応コーディックと言われるものが一番つながりやすい。音質はちょっと悪いけど SBC、AAC、ソニーなんで LDAC にも対応しております。LDAC 対応の商品をお持ちでしたら、絶対 LDAC でつないでください。ハイレゾ相当の音になります。操作の方だいぶやりやすくなりました。イヤホンのケーブルの途中にね、操作をする、リモコンがついております。音量のプラス再生通話ボタン、音量のマイナスボタン、カスタムボタンとなっております。ノイキャンのモードの切り替えだったり、スマートフォンとつないでいただいた時に OK Google を呼び出したりとか、自分でカスタムすることができます。スマートフォンアプリのヘッドホンコネクトにももちろん対応しております。自分好みのノイズキャンセリング設定に変えることもできますし、イコライザー等でね、自分好みの音にも変えていただくことが可能です。スマートフォンの方は Android、iPhone ともに対応しております。こちらの商品は DSE-HX 機能がついておりますんで、スマートフォンとかのね、圧縮音源もこちらのイヤホン側でアップサンプリングしてハイレゾ相当の音でね、聞くことができますんで非常に便利です。音楽だけではなくて YouTube だったりとかゲームの音っていうのも当然このヘッドホンで聞くことによっていい音になります。このネックバンドの部分がシリコン製に変わりました。すごい柔らかくなりました。だいぶ小さくコンパクトにすることができます。全モデルはね、ここがアルミでできてて、動く可動域っていうのは非常に少なかったんですよね。こんなになっちゃう方がやっぱり便利ですよね。キャリングケースがついております。パッと見にはね、よくできてますよ。安そうには見えない。硬いです。商品がね、しっかり守られるんではないでしょうか。付属品として航空用の飛行機に乗った時のね、プラグ、 USB の C コネになりました。有線接続用のね、ミニステレオのコードになります。この上側にネットがありますんで、ここに小物を入れていただくと、もうジャジャジャっと入れてもらったら結構です。でこれをくるくるっと丸めていただいて、これポコッと入りますんで、これで OK、はい、雑な店長でも簡単に素早くケースに出し入れすることができます。はい、ちょっと先行して店長こちらのヘッドホン試させていただいたんですけど、ハイレゾの音も聞けれて、ノイズキャンセリング性能も非常にいいということで、ちょっと聞いてびっくりしました。操作性がね、非常に上がってました。初めて使う時でもね、ここのイヤホンのケーブルについてるこのコントロール、リモコンって言えばいいかな、こちらのコントロールすることが見なくても非常にやりやすかったです。多分大人気になるんではないかと思う WI-1000XM2 なんですけど、ソニーストアの方で受注が開始になっております。この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当にここから買っていただくとすげえ助かります。リンク先から購入していただいた方、当店の方にご連絡ください。ささやかなんですけどプレゼントを用意しております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら
店長の片山にお尋ねください。実際の店舗を運営しておりますんで、当然お店でも注文受けたまわっております。今日は以上です。バイバーイ。本当にね、後から後からいい商品が出てくるんでね、お客様としたらね、いつ買えばいいんだっていうのがね、悩ましいところではあると思います。こちらの商品実際発売しましたら展示いたしますんで、実際見に来てくださいね。お店でお待ちしております。